長あちゃんです。今日はね12月の9日水曜日、あちゃんの朝早礼タイムです。早礼かき混ぜてよいしょよいしょよいしょ。ではいただきます。美味しいね。今日はねそんなにしょっぱくないな。足りてないかな。私が昨日ちょっと塩水飲むの昨日とついたんで飲むの少なかったかな。塩水足りてたらしょっぱく感じるんちゃうかな。もうこれ以上いらんよっていうことやと思うんだけどね。多分ね、わからへんけど。ね、もうね、112日目になんねんね。もうそろそろね、4ヶ月目が見えてくるのね。あと8日で4ヶ月か。早いね。もうでもね、本当にね、体の中はね、すごい、4ヶ月もね、これだけ塩取ったらね、確実にね、その、塩取りすぎたら病気になる、塩取りすぎたら、腎不全になる、塩取りすぎたら何高血圧になる、塩取りすぎたらなんやかんやって結構言われてる中で、ね、これだけ毎日ね、まあ総例も含め総例1日2回に増やしたし、で海水天日塩は1日30から50もう 50g とか取る時もあるしやってる中でね、体がこんなに良くなっていく。やっぱりね、その一般常識とされてる塩が悪って言われてる考え方、もちろんあっちゃんも昔はそう思ってた。お父ちゃんお母ちゃん高血圧やし、お母ちゃんは脳出血で倒れてるしね。でだからやっぱりある程度の減塩はしないといけんなとは思ってたんやけど、そういう考え方してた自分から考えるとね、1日30とか 50g 取るなんてありえへんのね。でもそのありえへんことすることによって体調がすごいいい。もちろんね、肩こりとか首のここ凝ったりとかこういうのはやっぱり治ってないよ。でも先月かな、血液検査、先月か血液検査して10月の血液検査の結果が11月か、あの病院薬もらえた時、あのアレルギーの薬もらえた時で、その時にで久々にアレルギーの薬飲んで頭痛になったんやけど、うざいよね。その時にも検査の結果が見てきたら、血液検査がすごい良好、数値がもうめちゃくちゃいい状態、正常値になってるね。で女性ホルモンも増えてるし、すごいね、あのいいのね。で塩ってホルモンを正常値に戻すって言われてて、体は男のはずやけどなんで女性ホルモンが増えてんのって。女性ホルモンやめたからね、あの8月に。これだけやっぱり正常値に分泌してるっていうことなんやなって。やっぱり体は遺伝子自体はやっぱり女性遺伝子を持ってるんやんね。それはもう前から前もう前前何年も前の検査で分かってることやし、だから女性ホルモンなしでもね、ここまで、ね、なんていうのかな、ホルモン値が下がらないっていうのはすごい不思議やし、先生も不思議やねって言ってたけど、もう増えてるよねっていう話をしとってね。何したんっていうか、塩増やしたいって先生怒られて、塩なんか食べ過ぎたら体に悪い言われて、その先生ももう分かってないみたいでね、まああんま言わんとこと思でも塩の量はめちゃくちゃだんだん増やしていってんねんけどね、もうかなり、だから塩の消費量半端ないよ。また海のせいかはなね、まあお風呂で洗うってんの使ってんのもあるし、料理に使ってんのもあるからね、海のせいがめちゃくちゃ変のね。でまあ何ていうの、吸湿ポットみたいなのあってね、湿気を吸い取る塩を入れるポット、ダイソーで300円で購入できてんけど、それにね海の水入れてるから使いやすい、使い勝手ね、いつも袋から出すとめんどくさいんだけど、そのポットの中入れてるからすごい楽やから、海の水が結構今頻繁に変だけど、そんな感じでね。でもね、こうやってやっぱり塩を食べ続けるとね、どのお料理にはどの塩が合うのすごい分かってきて、だから本当にね、鶏肉料理にはね岩戸の塩、あとお漬物には岩戸の塩、鉄分が多いのね、そういうのがすごい良かったりね。で逆にこの飲む時なんかやったら、
あそこの、あのニュー川上神社の塩がすごいやっぱりね、あの水に飲みやすかったりね、ちょっとね味が違うのね。で、岩戸の塩はちょっと鉄分が多いからね、金っけ水みたいなの、うちの水もねちょっと金っけが強いから、それと、ね、相乗効果で余計ね強く感じるのかもわからないね。で、海の精はね、粗塩でお魚とかに塗って焼いたりしたらすごい美味しかったりするしね、うん、まあそんな感じでね、いろいろ塩の奥深さっての分かってきたしね、うん、すごいいいことやなと思ってね、これが本当に体にいいってすごいね、いいことやなとは思ってね、うん、だから体にいいことをするっていうのがやっぱりね、これからね、まあ年も年やしね、ある程度年いくとね、体にいいものを取り入れていかないとね、今後あーちゃんはその長生きしたいとは思ってない、でも死ぬまで元気でいたい、現役でいたい、昨日までほんまに元気やったのにねっつって亡くなっていきたいんだよね、なんかもうで、まあ誰もそうやと思うね、まあ、ね、ある程度の年いってからもう入院して動けへん方がいいねっちゅう人なんかおらへんと思うよね。だからこそ本当に体にいいことをしていくっていう方大事やっちゃうかなと思うね。で、間違った体にいいこと、ごく一般に言われてる減塩しなさいとか、で、なんだろう、塩は悪みたいな、塩は悪じゃなく塩化ナトリウムが悪なわけで、塩自体は本当は体に必要なもの、ある意味薬みたいなもんよね。その薬みたいな塩っていうのを最近製法、塩田禁止になったから作られんくなってね、だからその小さいところで作ってるお塩でしか取ることができへん、まあ自由化になったんで1997年以降はなんとかね、塩田みたいなのちっちゃい塩田復活やってくれてるけど、やっぱりこじんまりやってるから全国に出回るほどの数が作れへんみたいでね、だからそういう体にいいものを使っていく。で、そうなってくると、このお肉にしてもお魚にしてもね、天然の体にいいものを食べるっていうのが大事になってくる。うん、やっぱりね、体の中に入れるものってすごい大事なものやねんね。で、その中でやっぱりその何が大事で何が良くないのか、見てるとね、ちょっとした調味料でもパッと裏返すとダメなものが入ってんのね。そういうのもあって、入れるものを気をつけないといけないなと思うね。で、一調味料にしてもね、本当に口の中に入れるものってのはすごい大事でね、だから本当に体にいいのか悪いのかっていうのを調べて入れないと危険なものっていっぱいあるのね。だからちょっとした飲み物一つ、清涼飲料水一つにしても体にいいもの悪いものってあったり、で、体にいいはずの変な話ね、まあね、体にいい飲み物、目にいい飲み物とかってあってね、ちょっとあちゃんも紹介してたことがあるけどもね、それでも、もう正直名前出しましょうね、キューピーコーアアイなんかでもいいんだけど、ドリンクの方は軽アセロラファムとか人工甘味料が使われてるのね、でも錠剤の方はそういうのが入ってないね、だから錠剤に変えていくっていうのも大事やしね、まあそれも薬やからあんまり本物は飲まへんほうがいいのかわからんけど、目にはいいからね、やっぱ目疲れるからパソコンとかやってたら、だからそういう薬に頼るんやけどね、今はまあこれ飲んでるけど、これ見てたらね、いろんなもんがもう目が見えへんからちっちゃい字読まれへんねんけど、こういうとこに効能書きとこ書いてあるんだけど、何入ってるのかっていうのに、なんとか酸とか何やらアルギニン酸とかいろいろ入ってんねん。でドリンクの方はこれプラス水、水分が入ってて飲みやすくするために甘みとかも入れてんね、こんなんも口入れて水でごっくんで終わりやから分からんねんけどね、だからそういうね、同じものであっても体にいいもの悪いものってあるからね、そこをちゃんと厳選して取っていくっていうのが大事なんちゃうかなと思うんだよね、うん、だから本当に信頼のできるもの以外口にしないっていうのがすごい大事なんだけど、そこまでやっちゃうとこの外食もできるんだよね。でね、これ、あんまり言っちゃ良くないのかもわからへんけどね、外食でもね、やっぱりね、いろんなところで食べてるでしょう。なら口に入れた瞬間にね、あ、ここの油悪いとか、ここの、ケミカル的なもの使ってるなっていうのが分かるようになってきて、最近ではね、食べた翌日にね、胃に残って胃もたれしたりとかね、気持ち悪くなったりすることもね、それも動画では出されへんしね、やっぱりそれ言っちゃうとね、いくら真実であってもね、本当は良くないことなんで、ね、それは伝えられへんからね、だからちょっとなとこいっぱいあるね、かなりね、だから本当に外食が怖くなってきた、怖くなるのがあかんからある程度得意入れようと思ってやっててんけど、それでもね、外食するとね、翌日に残って嫌なことが起こるのね、起こるけども食べてまうというね
不思議な結果が出てね、まあ、そんなこんなでね、まあ、あの体にいいことをするっていうのはすごい大事なんでね、そこはね各自の判断にはなるけども、何が良くて何がダメなのかって厳選しないといけんなってちょっと思いになってきた、はい、そういうことでした。ではまたね、バイバイ。まあね、あのいいお塩を取るっていうのはすごい体にいいんでね、これだけは間違いないと思います。